こんにちは今日は「つれ連れ草を読む」の第66回取り上げますのは第66弾です、えー、今回はちょいと長いので、えー、心がけがいりましてまた、えー、読んでみたところ親というところがありまして、えー、今回はちょいと勉強しました。 で今回はですね何が何かあの「木に鳥を止まらせるというね「木に鳥を添えろ」と1行目にも出てくるんですけどもねこれがどうも分からなくて本物の鳥を止まらせるのかあるいはあの何か作り物の木に鳥を添えるのかみたいなねそういうなんか贈り物みたいな話なんですが。 えー、ちょいとわからないのでこれについては私少し勉強をしました。で、えー、またあらかじめお話をしておくのですけどもこのシリーズというのは実は「つれずれ草」のこの各段についての解説ではなくて声に出して読んでいく時の注意点みたいなものを皆さんに提供しようと。 で皆さんが何をするためかというと解説を聞いて内容が「なるほどね」というふうに理解していただくのではなくて「ああじゃあ私も読んでみようかな声に出して」というねそのための手がかりを、えー、提供するつもりであります。ですから最低限必要な意味の理解くらいしかお話をしませんのでで,、えー、ではどういうふうに読むのだと。 最終的に私が、えー、通して読むようにするのですけどもねその前にあの区切りをつけたりアクセントを確かめるという作業を前半でするわけです。そして最後の最後にこの今皆さんに表示しています66段のこれを読み通すというねそれがあの最後にまとめとして、えー、やっております。 でまあ解説はいいよととにかく読んでくれよという人はこの動画の下に、えー、リンクで、えー、何分何秒から、えー、原文読みが始まるよということ書いてありますのでね、えー、話を聞くのが面倒くさい方はそこあのお聞きになってください。でそこに行きますとこの今表示しているこの画面の、えー、文の各部分に 区切りの印ですとか「この音にはアクセントがあるよ」というねそういう印がついてますんでそれもあの参考になるだろうと思います <laughs> では、えー、少しずつ読んで、えー、区切りとアクセントを確認していきます。えー、第66岡岡本本の関白殿これののこが入ってますね岡本の関白殿 これはまあ岡本さんというかんさんで名前はまるで囲んでおきます盛りなる勾配の枝これもね山かっこつけておきますね盛りなる勾配の枝というのは赤い梅の花の咲く枝,咲く枝ですねそれに鳥一層を添えて えー、この枝につけてマイラスべきよしこの「よし」っていうのはそういう意味のことまとめの言葉ですね枝に鳥一層これでね迷ったんです私これはまあオスメスつがいということらしいですね。 えー、これは盛んに勾配が咲いている枝なんですけど、枝なのか木なのかというのもね。ちょっと気になったんですね。この枝につけてマイラスベースマイナスべきって持ってこいとこの枝に鳥、えー、オスメスつがいをつけて持ってこいということをオン高貝。下野の。 下野の、これものが入ったですね、のが一つね。岡本の関白殿っていうと、下野のというのが。ここまでですね、下野の竹勝。たがいいですね、たを飼っている人に、えー。持ってこいと。仰せられたりけるに。 「られたりられたりケるに」の「け」にもあります。でこの「アクセント」っていうのはねあのまあ特別に上げるということでなくてその音を強めることを私アクセントと言ってますね。でここにあの「ま丸をつけとくとちょっと読みやすくなるんですテンポが。そうすると この2が面白いんですけどねそう言った時にと、えー、答えたんですね竹勝さんがね「花に鳥作る術花に鳥をくっつけるという術止まらせる」っていうのがねまだこの「作る」がよく どうもイメージ湧かないんですけどね、枝、枝というと、でっかい枝なのか、ちっちゃい枝なのか。あるいは木丸丸一本なのかね、えー。花に取り作るすべ。すべ。知りそうラバツ。このラにアクセントあります。あの、私知りませんと、花に取りくっくつけんのはどうやうんですか。一枝に二つ作ることも存、存存じしそうラバツ。 このらにアクセントある「存じし」の「うん」にアクセントありますね「存じしそうらわず」「うん」と「ら」ですえー、一枝に二つ作ることも「存じしそうらわず」と申しければそう答えたと、えー、そしたら「全部に尋ねられ」これが「全部」は全部何だったかな 全部に尋ねられ全部っていうのは何かのこの用意をする人たちかしら全部に尋ねられ人々に問わせたまいて、えー、また竹勝に竹勝はあの御鷹飼いですね人々つまりこれは禅っていうのは多分あのそのその そこの役所というかそこで何かその装置といいますかねいろんなものをこう用意する人なんでしょうで自分はよく分かんないって言ったんで全部に尋ねたり人々に聞いてみたと。でまた竹勝にというのは「さらばえ申しければ」ってあ,あ 全部に尋ねたのは白殿だ、ええ、たか高階がそんなこと言っちゃったんで他の人に聞いてみたでもう一度またっていうのはもう一度ですねそこでまた竹勝にさらばとそうだったら己が思わんようにとあ自分が思ったようにつけて持ってこいと。 仰せられたりければ仰せられたりければのこれも同じですね「花もなきうだ梅の枝に一つをつけて参らせけりと」とそうしたらば、えー、竹勝さんがしたのは、えー「花の咲いていない梅の枝に一つをつけた」と「二つつけろ」って言ったら「いや一つはちょっと」って「一つをつけて参らせけり」と。 このね本当にイメージわかんないんですよどういう梅の枝かなりね鳥あそう鳥を言うの忘れましたこの鳥というのはキジだったかなキジですよねだからそのキジといったら結構でかい鳥ですからねスズメではない、えー、鳥の代表のキジキジだって書いてあるんですよ 肘を枝につけてその関白殿に持っていくねこの形が分からないどのぐらい肘って結構大きいと思いますがねそのイメージわかないんでずっと私考えてたんです <laughs> ちょっとこれ、えー、健康さんもうちょっと当時常識なのか分からせてほしいですわなそしてそこで竹勝が言うことには「申し半べりし」。 ハンンベリ氏の運は強いんんでです。す。アクセントあるんです「申しハンベリ氏は「芝の枝梅の枝つぼみたるとちりたるとにつく」と「芝の枝梅の枝つぼみたるとちりたるとにつく」これもね芝の枝梅の枝でつぼみがつぼみたるとつぼみがあるやつとちっ ちゃったものにつくと御用などにもつくといや何でもつくんです何でもくっつけられるんですというふうに言ってるようですね枝の長さ七尺七尺の「地ですかね枝の長さ七尺あるいは六尺返し刀五分に切るとねえ返し刀五分に つまり枝が長ければそこをくっつけ止ま,ら止まらせるんですか縛りつけるんだかよくわかんないですけどねだから枝を長いとふっと下がっちゃうんでその枝を半分に切っちゃうんでしょこの五分っていうのは。そして五分に切る枝の半ばに鳥をつく枝の真ん中辺りに鳥をつけるんだか止まらせるんだか縛りつけちゃうんだかこれもよくわからない。 作る枝踏まする枝あり作るつけた枝もあればふ踏んでる枝もあれば「しじらじのわらぬにて」「しじらじのわらぬにて」の「ぬ」ですね二所つくべしと。これもねわからないですねじのじがし,しじらっていうのはたぶんしだれ藤でしょうかな。 し,しだれ藤にもつけられるって言ってんのかそれは「割らぬにて」っていうのは、うん、これが下がらないというかあるいはまとめておくっていうのかなまとめておけば二所につけられるだろうと「藤の先は火打ち場の竹に比べ,り比べて切りて」「藤の」の字ですね「藤の先は火打ち場」。 火打,打ち葉の竹に比べて切り手。これは何か分かりますね藤の枝がこうずっとこうなってこれが下がる。比べて切り手って適当に途中で切っちゃえばいいって言ってんでしょうかね。牛の角のようにたわむべし。牛の角みたいに曲がって 行くだろう。曲がって。曲がるから下がっちゃわないで、上向きのあたりへ止めることができるっていうのかね。鳥をね。また別の話です。初雪の明日枝を肩にかけて注文よりマイル振る。舞いて振る。舞いてマイル。これちょっと薄いですけど。初雪の明日。 枝を肩にかけてて注文より振る舞いてる。いいまこれも難しいですな何言ってんだか雪が降った朝に枝がこう下がってこれはね鳥のことを言ってるんだか雪の時の枝の曲がり具合を言ってるんだかねこれもねその感じですねこれ例えてるんだろうか。 本当うん分かりにくいです初雪の朝に枝を肩にかけて中門より振る舞いてまいるか門,に門から入ると大みぎりの石を伝えて大みぎりの石を伝えて雪に後をつけず雨覆いの毛を少し金繰り散らして二棟の御所の高欄に寄せかく 雪に後をつけず、多いですね。多いの毛を少し金繰り散らしてどうもね雪が詰まった時のその枝の様子を言っているんだろうかうーん本当に「雨多いの毛」っていうのはね頭の上にある髪の毛が少し乱れるっていうことを言うのかな。 えー、六をいださ、いさるれば、六をいださ、このルをアクセントですね。六をのをにあるんです。六でなくてね、六をいださる、いさるれば、いださるれば、肩にかけてはいして退底。これもまたわからんですがね、肩にかけてお辞儀をして退いてしまう。 初雪と家どもの絵です。靴の花の花の靴の先っぽか靴の花の隠れぬほどの雪には参らず靴の花のののですね隠れぬのれです隠れぬほどの雪にはの木雪には参らずラにアクセント。 そうか初雪だと言っても靴が先っぽが隠れないくらいの雪だったらいかないっていうのかな。「雨多いの毛を散らすことは雨多いの毛を散らすことはのと音と鷹は弱腰を取ることなれば御鷹の取りたるよしなるべし」と申しき。 鷹の鳥たるよしなるべ,べしと申しき、どうもですねこれは竹勝さんが誰に言ったのかというと半べり氏ですからねあの岡本の関白殿に語ったんでしょうけどもこの人が最初に言ったのはね 花に鳥ををつけることと私は知らないよと枝に2つもつけることを知らないと。で多分この「鳥をつけろ」っていうのはこの鷹匠だからその人に言ったんでしょう。でこの人がいろいろ言ったのは芝の枝梅の枝つぼみタルトちりタルトにつくつけられるっていうのかな。御用っていうのはこれ待つでしょうかね。 枝の長さ7尺6尺だったら半分に切って鳥をつけられるつける枝と「つけるつける」けるは縛るんだか踏ませるだか多分乗せるだかねいろいろありますねで藤だったらば垂れ下がっちゃうから牛の角みたいにちょっと切っといてやればつけられる。 で、その後は初雪の明日ってこれもね雪で枝がたわむ状態を言ってるんだろうかつまりこの後のの御所の降乱に寄せかくとかね寄せかく寄せかけるこれもよくわかんないでこの竹勝さんのこの後半部分わからないまま置いときますで戻りますね でそこでまとめの言葉なんですけどね「花につけず」とはいかなるいかなるのかですね「いかなるゆえにかありけん」「ありありけん」じゃないと「ありけん」けんの「り」が強くなります。いかかかなるゆえにかありけん長月長月ばかり長長ば 長月ばかりに「9月」だそうですけどね長月ばかりに梅の作り枝に生地をつけて「君がためにと祈る花は時しも時しも分かぬ」ですね。んかこれ時代外れっていうかな時期外れ。 と言えること伊勢物語に見えたり見えたりのみです作り花は苦しからぬにや作り花これはねだいたいわかります造花ですね9月に梅の花がくっついているようなことはないんだからその枝に生地をつけてあなたのために祈ると ということは時しももかぬっていううのはもう時期外れでもあなたのためにつ,きつけましたよっていうふうなことなのかそれが「伊勢物語」に書かれているだけどその増加に鳥をつけるっていうのはどうもえ無理じゃないのって苦しいよね心苦しいんじゃないですかみたいなねクエスチョンですねにあらんと。 でこのいかに高飼の人であろうとも梅の花に生地を止まらせて持ってこいって言ってもそれは無理ですよだからしょうがないから花がついてない梅の花につけて送ったようですがねまあ全体として難しい。<laughs> これはよほどの研究をしないと意味が取れないようないう話かなと思ってね苦労してました。というところで最後にまとめて通して読んで終わりにいたします。うん、第66弾岡本のの盛りなる勾配の枝に鳥一層を添えて この枝につけてまいらすべきよし御高貝下野の竹勝に仰せられたりけるに花に取り作るすべ知りそうらわず一枝に二つ作ることも存じしそうらわずと申しければ全部に尋ねられ人々に問わせたまいて また竹一に「されば己が思わんようにつけて参らせよ」と仰せられたりければ花もなき梅の枝に一つをつけて参らせけり竹一が申しはんべりしは「芝の枝梅の枝つぼみたるとちりたるとにつく御用などにもつく」。 枝の長さ七尺あるいは六尺返し刀五分に切る枝の半ばに鳥をつく作る枝踏まする枝ありしじら藤の藁らにて二所つくべし藤の先は火打ち葉の竹に比べて切りて牛の角のようにたばむべし。 初雪の明日枝を肩にかけて注門より振る舞いて参る大みぎりの石を伝えて雪に後をつけず雨覆いの毛を少し金繰り散らして二棟の御所の降欄に寄せかくろをいださるれば肩にかけて拝して退く 初雪といえども靴の鼻の隠れぬほどの雪には参らず雨多いの毛を散らすことは鷹は弱腰を取ることなれば御鷹の取りたるよしなるべしと申しき花に取り付けずとはいかなるゆえにかありけん長月ばかりに 梅の作り枝に生地をつけて「君がために」と祈る花は時しも分かぬと言えること「伊勢物語」に見えたり「作り花は苦しからぬにや」今読み直して後半はどうも。 鷹を止まらせる話かなと雪の日に鷹を連れていくんでしょうかね何かそんな鷹を連れていくけどその鷹が嫌がっちゃうよと雨多いの毛なんていうのはうん鷹,の鷹の様子か自分の髪の毛の様子か何か終わりの方にね鷹は弱腰を取ることなれば御鷹の取りたるよしなるべしと。 つまり鷹っていうのはなんか足元がしっかりしないと止まってくれないよみたいななんか教訓みたいなものもちょっと感じましたけど正直言って何か3分の1か4分の1ぐらいしか分かりませんね。またこれを読んだ後で勉強にしようかと,思っておりますというところで今日はこれで終わりにいたします。 どうもありがとうございました。